心、弓、矢の三位一体を維持してこそ聖国を射ることができる。聞こえたか？雷鳴は将軍様の意志だ。天狗の責務は山林を保護すること、九条家の使命は稲妻を守護すること。両者に違いはない。お前と共に戦うことを約束したからには、きちんと責務を果たすつもりだ。私が稲妻を永遠に守護し、鳴神の意志を遂行するものだということだけを知っていればな。神であろうと鬼であろうと、敵であれば排除するのだ。雷戦。天なる雷光。将軍様の永遠を実現する。それが私の願いだ。